なんで無糖のスラーダがないんだ。ピンチソーダを一杯。ブラックスワン、列車組はあんたに協力するわ。私たちも記憶域にふさわしいガイドが必要だから。任せて、皆さんを失望させたりしないわ。あんたたちは自分の部屋に戻ってちょうだい。夢に入る準備をして、うまくいったら無郷ホテルのロビーで落ち合いましょう。俺は現実に残って君たちの安全を確保する。必要ならファミリーとの交渉も行おう。それで問題ないか、ブラックスワン。この手で仲間を救ってみせても信用してもらうのは難しいのねもちろん問題ないわ。ただ私の心は少し傷ついたけれど。そっちは頼んだわ、ベルト。私たちは無郷の真実を見る準備をしましょう。しばらく忙しくなりそうだけど、ホタルは現実に戻れたのかな。気になるけど、俺には連絡手段がない。ブラックスワンに聞いてみるか。年を取るとどうにも寝つけなくて。親愛なるお客様、ピノコニーへようこそ。見慣れた部屋に戻ってきた。こっちよ。どうしたの？気分でも悪い？そう、それならいいの。あなたが臆室に敏感で、他の人より無郷の影響を受けやすいことは知ってるわ。これも私が特別にあなたに付き添う必要がある理由よ。その苦しみは私が楽にしてあげる。安心して、あなたの仲間も無事だから。夢に入る前に二人に小さな首飾りを持たせたの。これで私は記憶域の中で彼女たちの存在を感じることができる。彼女たちはすでにそれぞれの部屋で目を覚ましたわ。これで気兼ねなく私と一緒に来てくれるわよね。時間は待ってくれないから、早くロビーに向かいましょう。ナノの部屋は端の方だったな。まずはナノと合流しよう。
あなたが何を考えているのかわかるけど、残念ながらあの子はこの中にはいないわ。ここも彼女の部屋じゃない。記憶域に足を踏み入れた瞬間から現実の建物構造は意味がないの。感じる。彼女は今遠くにいるわ。同じようにナビゲーターさんの言うロビーを見つけるにはもう少し工夫する必要があるわね。この足取りもおぼつかない哀れな子たちは。おかしいわね。ここには他の人間の気配を感じるわ。まさかスタッフがいないのか。ん？どうしてあなたたちが。ああ、彼女が私の言っていたメモキーパーだ。二人とも挨拶はそのくらいにして、今は力を合わせてこのおもてなし好きの子たちに帰ってもらいましょう。力を合わせてか。光栄だな。あなたたちの協力に感謝しよう。静かになったな。ところで二人はどうしてここに。それはこちらが聞きたいのだけど。話せば長くなる。私は偶然の巡り合わせで、彼は覚えていると思うが、ハウンド家の一部の人間と友人になり、彼らの犯人追跡を手伝っているうちにいつの間にかここに迷い込んでしまっていたんだ。あなた、何か隠しているんじゃないでしょうね。隠す？メモキーパーの前でそんなことできるわけがないだろう。とにかく二人ともいいところに来てくれた。この無境は危機に瀕している。目的が一致しているなら私と一緒に行かないか。私ならあなたたちを守ることができる。そして記憶域では私もメモキーパーの助けが必要だ。それにもしファミリーに出会ったら一人でも多い方が釈明しやすい。
それはあなたはどう思う？ありがとう。心から感謝する。またあなたに同行できて光栄だ、ブラックスワン。ええ、それが本心だといいのだけど。この品が最後かな。どうして上下が逆さまに？記憶域の形は刻々と変化しているの。なんとかして天井まで行かなければならないわね。今いるのがその天井だが。ヨミさんの言う通りね。とにかく上にある地面まで登らないと。もちろん柱を登っていくわけじゃないわ。あなたたちに記憶域で行動するための小技を教えてあげる。陛下に慈悲なし。はっ。この程度か。真理を探り、誤謬を混雑する。内定をここへ。栄転。タッチ、キル。マイナスだ。答えてみろ。栄転。小説の志は朽ちることなし。戦とは木のごとし、曲ごとに
別の姿を見せる。いや、陛下に慈悲なし。テストマイナスだ。悪鬼は俺様だけで十分だ。氷雪の志は朽ちることなし。内定をここへ。立ち切る。どう？奥室があなたの周りを流れているのを感じる？次は適当な場所を探して壁を歩いてみましょう。真理を探り、誤謬を混雑する。陛下に慈悲なし。零点。答えてみろ。マイナスだ。戦とは木のごとし、曲ごとに別の姿を見せる。成功だ。まさか本当にできるとはな。メモキーパーにとってこの時。内定をここへ。おらおら。すっげっ。陛下に慈悲なし。立ち切る。はっ。戦とは木のごとし、曲ごとに別の姿を見せる。